アロンゾ・シドニー・パウエルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の元プロ野球選手、野球指導者、スコアラー。宇ト右打ち、愛称は、ゾウさん。日本プロ野球時代は1992年から1997年に、かけて、セントラルリーグの中日ドラゴンズで活躍。中日ドラゴンズ時代は、 在籍6年間通算で632試合出場、打率、318.107本塁打、369打点を記録。1993年から1996年には4年連続でセリーグのベストナインに選出され、1994年から1996年には3年連続でセリーグの首位打者を獲得した。 中日時代の通算安打数は765で、この記録は、同球団の外国人選手としては、2016年時点で、歴代最多記録である。NPB 史上初めて、3年連続で、首位打者を獲得した、外国人選手である。また2019年シーズン終了時点で、セリーグで3年連続首位打者を獲得した打者は、パウエル以外に、 長島茂雄、大貞春の二人、共に、元読売ジャイアンツのみである。同時期には、パシフィックリーグでも一郎が三年連続で、首位打者を獲得しており、二人は、それぞれ両リーグを代表するワンダ製造機として、名を馳せた。また、打撃時のひじみ手を、NPB で、いち早く使用した選手でもある。1983年にサンフランシスコジャイアンツと、 契約して、プロ入り。マイナーリーグの A 級時代には、インディアナポリス国際空港で、荷物の積み下ろしのアルバイトをしていた。1987年にモントリオールエクスポズで、メジャーデビュー。1990年以降は、マイナーリーグのトリプル a 級で、打率3割を記録。1991年は、シアトルマリナーズ参加のトリプル a 級。 カルガリーキャノンズでプレーしていたが、53試合に出場して打率、375.7本塁打、43打点の成績を残した。この活躍が認められ、シーズン途中でマリナーズに昇格し、メジャーで78試合に出場した。1992年は最終段階でロースターから外れ、3A 級カルガリーでプレーしていた。 来日から2年間一方、セントラルリーグの中日ドラゴンズは、1992年シーズンの開幕直前になって、外野手のマークライアルがアメリカに帰国してしまう事態に見舞われた。これは、ライアルが左膝半ァンツ損傷の重傷を負っていることが判明したためである。このため、 障害担当の足木と郎は新外国人を獲得するため、飯田幸男調査役と共に渡米して、新外国人の調査を行った。そのような中、球団 OB の剣目下に、今からでも獲得できる日本向けの選手はいないかと相談したところ、前年から注目していたパウエルを紹介された。パウエルは、当時、まだ27歳とは書く。 メジャー再昇格を諦めていなかったが、阪神タイガースでプレーしたセシルフィルダーら、日本球界で活躍した先輩たちから、日本に行けるなら、チャンスだと聞かされ、来日を決断した。足木はパウエルについて調査した結果、日本向きの打者で、本人も、日本でのプレーを希望しているという情報を得たため、代理人を通して、 マリナーズ球団及び本人と交渉し、同年4月30日に入団が決定。日米両、リーグ及びコミッショナーを通じて、正式に獲得手続きが行われ、同年5月14日に支配下選手登録及び、一軍選手登録の手続きが行われた。年俸は35万ドル、背番号は30で、球団及び高木森道監督はパウエルに対し、 クリーンアップを打てる選手と期待をかけ、主砲落合博光の前後を打たせることを構想していた。また、リハビリ中のライアルが復帰してからはパウエルをライアルと併用する方針だったが、ライアルの代理人が金銭面などで球団にクレームをつけたため、球団側は6月1日付で、ライアルをウェーバー工事する手続きを取った。 入団から約3週間後の5月13日に来日すると、同月19日に広島市民球場で開催された2軍の対、広島東洋カープ戦で2安打を打った。さらに、同月21日の対広島戦では、バックスクリーンに2本塁打を放ったが、同日は夜に1軍の中日対広島戦が、 同球場で開催されることもあって、その試合を観戦していた高木が一軍昇格を即決。同年23日に本拠地名古屋球場で開催された対読売ジャイアンツ戦で一軍初出場を果たした。同年は88試合の出場で、来日当初は日本の投手の変化球に苦しんだが、最終的には、 規定打席不足ながら打率308.13本塁打35打点を記録した1993年シーズンは開幕当初からクリーンアップを期待され3番打者を打ったが4月18日に浜松球場で開催された対ヤクルトスワローズ戦の試合後濡れた階段を踏み外すこの時全体1が左足の膝にかかったことで 左膝外側半月板を損傷し、6週間余り、戦線を離脱した。さらに9月下旬から10月初旬にかけ、辰波和義青地合に続いて、死球で、負傷欠場し、同年中に右肘、左膝を手術した。しかし、同年は97試合に出場して、規定打席に到達。打率、317.27本塁打。 66打点と、チーム三冠王となる打撃成績を残し、長打率もリーグ1位の579を記録した。同年9月2日、リーグ優勝を争っていたヤクルトとの試合では、同点で迎えた延長15回裏、虫満イ類の後期で打席に入ったが、内藤直行の前に空振り三振に打ち取られ、4番、落合、5番、 彦野の勝も相次いで見逃し三振した。同年から1996年まで4年連続でセリーグのベストナインに選出された。同年オフ、主砲の落合がフリーエージェントで読売ジャイアンツに移籍した。3年連続首位打者1994年シーズンは落合に代わり4番打者を打つこととなった。同年にはシーズン序盤に 右足親指を剥離骨折し20試合を欠場したが2年連続で規定打席に到達し打率324で初のセリーグ首位打者を獲得したまた本類打打点もそれぞれ20本類打76打点を記録した同年10月8日に本拠地名古屋球場で開催されたシーズン最終戦で中日は 同率主位で並んでいた巨人に敗れ、リーグ優勝を逃したが、パウエル自身はこの試合について、日本での7年間で最も悔しい経験だったけど、あの試合に出場できたのは最も素晴らしい経験だった、日本で最も印象深い試合と述べている。1995年シーズンは、8月2日の対、横浜ベースターズ戦で右足太もも上部を肉離れした。 同年は101試合の出場にとどまったが、打率355を記録し、2年連続で、首位打者を獲得。中日所属の選手が2年連続で、首位打者を獲得した事例は、江藤新一以来30年ぶりで、その活躍を評価され、同年のドラゴンズクラウン賞を受賞した。同年は、対横浜戦で打率299にとどまったが、 横浜以外の4球団との対戦ではいずれも打率3割以上を記録した。しかし、チームは開幕から低迷を続け、シーズン途中で高木監督が休養し、その代行を務めた徳武貞介ヘッドコーチも低迷を止められず、7月、以降は島野育夫に軍監督が代行の代行を務めるありさまでリーグ5位に低迷した。また、 パウエル本人も同年に左膝を手術したが、左膝の具合はその後もかんばしくなく、これが2年後の解雇の不責となった。同年オフには、前年比30万ドル増額となる、推定年俸150万ドルで、契約公開した。星野千一監督が就任した1996年は、5月から6月に、かけて16試合連続安打を記録したほか、 8月25日の対横浜戦では場外本塁打を打った。同年は来日後発の全試合出場を達成し、打率340で3年連続となる首位打者を獲得。また、猛打賞15回、最短位打、最多二塁打も記録している。同年の中日は、ダネル・コールズが29本塁打、山崎武史が39本塁打。 大宝安スが三が38本塁打を記録し、パウエルも彼らと共に、恐竜打線の一員を担ったが、最終的には、巨人との優勝争いに敗れ、5ゲーム差のリーグ2で、シーズンを終えた。中日対談本拠地が、名古屋ドームに移転した1997年は、開幕を控えて、グラウンドが広くなれば、ヒットゾーンも広くなると、本拠地移転を前向きに捉えていた。 また、江川すぐるは、開幕前に、パウエルについて、広いドームを本拠地にすることで、ホームランを狙う必要がなくなり、これまで以上にヒットに徹することができるため、本拠地移転は打撃には、好影響をもたらしそうだ。よほどのことがない限り3割は狙えると評していた。しかし、2年前に手術した左膝の具合がおぼしくなく、ランニングも、 ままならなかったことで下半身が細くなった。そのため、踏ん張りが効かなくなり、上半身を揺らして、タイミングを測る、独特の打法から、安定感が消えた。同年4月12日の対ヤクルト戦では、推定飛距離160メートルの大本塁打を、放ったが、同年は8月29日までの時点で106試合出場、打率25、25314本塁打、 56打点と低迷。左膝の故障に加え、広い名古屋ドームでの守備力に難があることから、シーズン途中の同年8月30日には、伊藤治球団代表から、来期の契約を締結しない旨を通告された。同日時点で、中日にはパウエルを含め歴代32人の外国人野手が在籍したが、 パウエルの在籍期間6年はその中で過去最長だった。同年9月6日の対巨人23回戦終了後には名古屋ドームのファンに別れを告げ同月16日に帰米した。同年の中日は広い名古屋ドームに本拠地を移したことで本類打が激減するなど打撃成績が大きく落ち込みセリーグ再開に沈んだ。これを機に星野は チーム方針を、投手力、守備力、走力を重視した、守りかつ野球に転換するため、シーズンオフに大砲と、矢野照弘を、関川孝一、くじ照義との2対2トレードで阪神タイガースに、放出するなど、大幅なチーム改革を行うこととなった。その翌年には優勝した横浜と4ゲーム差のリーグ2位に、浮上し、2年後には11年ぶりのセリーグ優勝を、 果たした。中日対談が決まってからも引き続き、日本球界でのプレイ続行を希望し、1997年10月23日に、阪神タイガースと契約を締結した。しかし、1998年シーズンは、開幕から左翼手で起用されたが、前半戦から不審で控えに回ることが多く、故障離脱中に、新人の坪井智也が対等。 吉田義尾監督からは後半戦からの奮起を促され、8月7日からの対ヤクルト3連戦で一塁一首として先発出場したが、その3連戦でも9打数無安打に終わった。同月11日には、阪神球団事務所で、三好和彦球団社長からシーズン途中で解雇する意向を伝えられ、これを了承した。これで、 阪神の外国人選手がシーズン中に解雇されたのは、1996年のスコット・クール・ボート・グレン・デイビス、マイク・グリーンウェルに続き、3年連続となった。また、阪神球団も同年は、セリーグ再開に沈んだ。阪神退団後、1998年は、トロント・ブルージェイズ参加のマイナートリプル A 級、シラキュース・スカイ・チーフスで15試合に出場した。 1999年春には、ニューヨークヤンキースのキャンプにインバイティーとして参加し、オープン戦で本塁打を放つなど力を見せたが、同年はメジャー復帰は叶わず、ヤンキース参加のマイナートリプル A 級コロンバスでプレー打率、315.24本塁打、90打点と好成績を残したが、ヤンキースは選手層が厚かったため、 メジャー昇格の機会がなく、2000年春は、若手選手の多いコロラドロッキーズの春季キャンプに、インバイティーとして参加。同年は、コロンバス及びマイナートリプル A 級、コロラドスプリングススカイソックスで、2001年は、アトランティックリーグのニューアークベアーズで、それぞれプレイし、2001年限りで現役を引退した。引退後、2002年にシンシナティレッズ参加の AA 級、 チャタヌーガルックアウツで打撃コーチに就任。2004年から2005年にはレッズ参加の A 級デートンドラゴンズの監督を2006年にはレッズ参加のトリプル A 級ルイビルバッツの打撃コーチを務めた。2007年に組織打撃コーチとしてマリナーズに復帰し2008年以降はマリナーズ参加のトリプル A 級タコマレーニアーズの打撃コーチを務めていたが 2010年5月9日に打撃不振による前任者の解任を受け、マリナーズの打撃コーチに就任。2011年には再びトリプル A 級タコマの打撃コーチを務め、同年のチームは平均打率289を記録したほか、盗塁数も球団記録を記録した。その後、サンディエゴパドレス、ヒューストンアストロズでそれぞれ打撃コーチ補佐を歴任。 この間、2012年オフには手法を担っていた、トニ・ブランコの退団を受け、その後釜となる、新外国人の獲得を検討していた、中日球団に対し、パドレストリプル A 級に在籍していたマット・クラークを、推薦している。2018年シーズンから、ヘンスリー・ミューレンスに代わり、サンフランシスコジャイアンツの打撃コーチに就任し、2019年シーズンまで、務めた。 2018年1月、前立腺がんであることを公表し、手術を受けた。2020年シーズンから、中日の巡回打撃コーチに就任することが、発表された。背番号は93。2020年8月7日以降は、スコアラーとして、ベンチに入り、2021年シーズンから村上、高行と入れ替わりで一軍打撃コーチに配置転換。 10月29日に今季限りで対談することが発表された。中日入団時、障害担当者の足木と白は三振の少なさに、加え、二塁打が多い選手は、日本の球場なら本塁打になるという基準から、パウエルの獲得に踏み切っていた。また、中日入団時に監督を務めていた、高木森道は初めて、パウエルの打撃練習を見た際、パワーはライアルより上で、 中軸を打つ力があると評していた。江川すぐるは1997年開幕前、全方位に平均して打ち分ける能力は、一郎以上とも言える。左右の投手とも区にしないと評価した一方、弱点について、1993年以降は、本類打が減少している。得点圏での勝負強さは平均以上で、得点圏打率は、 悪くないが、走者2.3類や満塁といった大量得点が狙える場面での打率は、222と低く、首脳陣から絶対的な信頼を得られていないと指摘していた。1996年シーズンは、本拠地、名古屋球場で打率、377を記録し、ビジターゲームでも、明治神宮野球場、横浜スタジアムではそれぞれ打率4割超、 記録していた反面、東京ドームでは打率、180と低迷していた。一郎と同じく、子宮を選ぶ数は少なかった一方、三振も少なかった。広角に打ち分ける高打で対等した一方、怪我が多く、全試合出場を果たしたシーズンは1996年のみだった。また脚力がなくて、守備範囲も狭く、 肩も特段に強くはなかったため、江川は、ライトが定位置だが、本来なら肩を、さほど要求されないレフトを守らせたいと評していた。また、研究熱心な性格で、現役時代はビデオを見て、相手投手を研究していたほか、指導者としてもビデオ映像を活用して、選手たちに研究を指導している。現役時代は、明るく真面目な性格で、チームメイトに親しまれていた。 パウエル本人は引退後の2016年、中日新聞の記者から、国際電話で取材を受けた際、日本で過ごした7年間について、素晴らしい仲間に恵まれた。辰ツ山本マサ、中村、各、大砲、誰もがとても良くしてくれ、通訳さんや、近所の人も色々と助けてくれた。自分は、今でもドラゴンズの一員だと感じている。と述べている。 アシキは、辞書で、パウエルについて、確実性の高い打撃に加え、人柄の良さが、印象に残っていると述べている。また、外国人選手たちが、日本球界に適応するためには、生活環境、チームの雰囲気に溶け込むことが必要とされるが、球団通訳の国光とヨハルは、ダネル・コールズや、レオ・ゴメスといった、 中日の新外国人選手たちが好成績を上げられる要因をゾウさんのおかげと表していた。自身の中日時代の応援歌は、かつて在籍していたゲーリー・レイシッチの応援歌を受け継ぎ、その後は中日のチャンステーマとして使用されていた。また、1997年に応援歌が変更され、この応援歌も、 同様に後々まで中日のチャンステーマとして使用された。パウエルは8歳の頃からプロ野球選手を目指していたが、彼と共にその夢を追っていた親友は麻薬に手を出し、麻薬売買の際に銃撃されて死亡した。パウエルはその経験を踏まえ、1996年3月29日に名古屋国際会議場で開かれた少年飛行問題をテーマにした。 講演会で、講演を聴講した聴衆に対し、自分の夢をしっかり持ち続け、それに向かって努力することが大切と話している。また、自身のセリーグ3年連続首位打者と、同時期に、パリーグで3年連続首位打者を獲得した一郎に、ついては、守備、打撃、走塁、さらに肩も良かった。世界一のプレイヤーだと評している。 その一郎とは1996年春に打率の低い方が食事を奢るという賭けを行ったが、結果的に自身の打率は340で一郎に敗れている。マーティ・キーナートは2001年12月に MSN ジャーナルへ寄稿した記事で、星野セ一監督の就任以降、パウエルは星野の鉄拳制裁と称した暴力行為に不満を持っていた。 1997年のシーズン中には、シーズン途中で加入した投手が2回連続で、リリーフに失敗し、星野に顔面を殴られて3針塗るほどの怪我を負わされた。これに憤慨したパウエルは、翌日、星野に対し、自分がそんなに強いと思うなら、私を殴ったらどうだ。救急車で病院行きになるのは、あなたの方だぞ。これ以上。 他の選手を殴るのはやめてくれ、と直接抗議したが、その後は試合に出されなくなった。パウエルは近年の中日が優勝できない理由について、星野の暴力行為に選手たちが萎縮しているからだと指摘していると述べている。一方で、日刊スポーツは2016年にパウエルは本式者からの取材に対し、 星野監督と対立したと伝わっていることについて、皆からそう聞かれるんだよ。本当に正直に言うけれど、対立したことなど全くなかったと笑いながら答え、星野については、私や、ダネルに、何か必要なものはないかと尋ねてくれたり、これで食事に行きなさいとお金を渡してくれたり、本当に良くしてもらった、勝利に対して、貪欲な人。 どんなことをしてでも勝ちたいという監督だったと思うし、私は好きだったと語っていたと報道している。星野は2018年1月に死去したが、パウエルは同年11月に来日した際、星野の死を悼んで彼の故郷である岡山県倉敷市を訪れている。足敷は辞書で、パウエルがエルボーガードを使用し始めた経緯について、読売ジャイアンツ戦で、 クワタ・マスミから左肘に支給を受け、しばらく欠場したことがきっかけで、エルボーガードを作ってほしいと申し出てきた。制作には約1ヶ月かかったが、パウエルは、エルボーガードを装着してから支給への恐怖がなくなり、踏み込んで打席に立つことができるようになったことで、それまで苦手にしていた外角のスライダーなどを打てるようになったと述べている。その後、エルボーガードは、 プロ野球界のみならず、高校野球でも用いられるほど普及した。ありがとうございます。